こんにちは、ミツラボの石丸です。今回は二次方程式を扱った問題を取り扱います。それではビデオを止めて解いてみてください。はい、それでは解いていきたいと思います。今回は、二次方程式もあるんですが、整数問題の側面もあるということで、順番に括弧1から解いていきたいと思います。 A イコール6とする1が異なる2つの実数解を持つとき P の値をすべて求めようということで、これは簡単ですね。異なる2つの実数解なので判別式を使えばすぐに出すことができます。1に判別式を D として、条件は D が0より大きい。これは A の2乗マイナス 4P が0より大きいということに同値で、これはA が6の時、これ代入して4で割ってしまうと P が9より小さいというふうに変形することができます。ここで問題文の条件として P が素数というのがありますので、これは9より小さい素数をすべて答えればいいということになります。2,3,5,7 ですね。というふうになります。次に括弧2を解いていきたいと思います。1が少なくとも1つの整数解を持つときに A を P を用いて表せということになります。これなんですが、解の公式を使って解を無理やり A と P を使って表そうとした人がいるかと思います。でもそうすると少なくとも1つなので両方整数ではないというのと、そういうことがあって、うまくいかないんですね。どちらが整数であるかというのを、断定できなかったり、その整数となる条件として、ルートの中身が正だと言っても、整数だとルートが開くことができると言っても、それが本当に正しいのかというのをいちいち議論していかなきゃいけないので結構難しくなるんですね。なのでこの一つの整数解を文字で置いて解いていくというのが基本的な方針になります。1のですね、1の1の整数解をアルファという文字で置きます。そうすると1の式の解がアルファなので、このようになって P をこのアルファと A の2文字で表すことができます。このような式になります。こうすると、なんとなく分かってきた人がいるんじゃないかなと思います。アルファが整数です。A も、正の整数です。 P が素数です。つまり、素数を利用して、このどちらかが1とかマイナス1とかだよっていうのを示せばいいわけですね。
で、まあ、ここ結構厳密な議論がちょっと難しいんですが、どうしようかな。アルファ、N マイナスアルファが、は、整数で P が素数のため、まあこれマイナスも一応考えておきましょう。アルファイコールプラマイ1プラマイ P の、まあ、どちらか、まあ、どれかということになります。ここで、まあ、式の、まあ、すぐ考えれば分かるんですけど、マイナスとすると、これはプラス、こっちがマイナスになって、この P がマイナスということになるんですが、 P は素数なので、正なので、まあ、おかしいと。まあそういうことをいちいち書いていくと結構議論が難しいというか、採点者に伝わりづらくなるので、まあ式の形からという感じで、まあ逃げて大丈夫だと思います。まあその一応考えてるんだよっていうことで、まあこのいいですね、この式を2と置いて、2と P が0より大きいということから、アルファは正と、こう書いておけば大丈夫です。よってアルファが1か P というふうになって、まあ場合分けするんですが、答えはどちらも一緒です。アルファが1の時、P イコール A マイナス1、アルファが P の時、P イコール P カッコ A マイナス P、これは A を P を用いて表すので、 A イコール P 足す1、これは P が正なので割ることができます。どうしようかな。同値で書いていった方がいいですね、簡単なので。でも、もちろんこれは P が0より大きい時にしかこの同値は成り立ちません。この逆が P が0だったりする時に成り立たないので、この同値は P が0だということを、まあ、ちゃんと示して書いていった方がいいですね。A イコール P 足す1、1、2から、A イコール P 足す1というふうに、答えが出ました。はい、次は3番を解いていきたいと思います。1が異なる2つの虚数解を持ち、かつ A が P で割り切れるとき、 A と P の組 AP をすべて求めよう。まあ異なる2つの虚数解を持つというのは、の判別式で出して、まあ問題は A が P で割り切れるときという条件をどうやって生かすかなんですが、まあこれも文字を新しく導入してやって、 A イコール、まあ、M という整数を導入してやって、 A イコール MP というふうに表せば、まあ、すぐ解くことができると思います。
A イコール MP と置ける。 M はまあ自然数、まあ正の整数ですね。まあ AP どちらも正なので、このように置けて、D、この、括弧1で置いた D が、0より小さい、ことが、2つの異なる虚数解を持つ条件となります。なのでこれはつまり、そして A イコール MP を代入して、ここで、まあ、P は整数なので、これは両辺 P で割ることができて、このように変形することができます。まあ、一応、こうなぜ動値が成立するのかというと P が0より大きいからということになって、これ、まあ、M これもちょっといちいち試行の過程を答案に書くと、まあちょっと煩雑になるので、まあ、答案の上では若干、省略した形で書けばいいと思います。M が自然数より1より大きい、 P が2より大きい。ここで、まあ、M が2になったら P が 2より2以上なので、うん、この不等式は成り立ちませんよね。なのでよりM イコール1、まあそういう試行過程をまあ端折ってもこの場合は大丈夫だと思います。 M イコール1、よってより P イコール2と3、よって AP の組は ここで M が1ということは A イコール P が成り立つということなので、22333というふうに答えが出ます。以上です。